吉田太郎一12月24日から2014年3月14日は日本の財務官僚、京都府出身。関東財務局長、大倉省大臣官房審議官、経済企画庁長官官房長を経て、1972年大倉省銀行局長、1974年財務官に就任、1976年に退官。その後、 アジア開発銀行総裁、東京金融先物取引処理事長を歴任し、1993年の秋の叙勲で、訓一等随法賞を受賞。2014年3月14日午前10時40分、廃棄種のため、東京都世田谷区の自宅で死去。94歳没。ABCDEF 吉田太郎一とは、辞典、辞書サイト骨頭バンク。 吉田太郎和二が死去元財務官。日本経済新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ dgxnasdg1701ix10c14a31400020 年2月11日、閲覧。93年秋の助訓訓3等以上及び、在外法人、非課法人。 外国人の受賞者、読売新聞1993年11月3日、長官、吉田太郎和二が死去元財務官日本経済、新聞2014年3月17日、ありがとうございます。